バーベルフロントレーズバーベルフロントレーズダンベルフロントレーズダンベルフロントレーズダンベルオルタネートフロントレーズダンベルオルタネートフロントレーズケーブルフロントレーズケーブルフロントレーズフロントレーズはウエイトトレーニングの基本的種目の一つダンベルもしくはそれに類するものを両手に持ち腕は進展させたまま肩関節の力だけで首の高さまで挙上する三角筋 双棒筋の筋肥大を促し、筋力を高めることができる。手の向きを縦にするか、横にするかで効き方が異なる。バーベルを両手でオーバーグリップで持って直立する。両手の手のひらが手前を向くようにする。息を吐きながら腕を伸展させたまま肩の力だけでバーベルを上げる。首の高さまで上げたら息を吸いながら元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。 ダンベルを両手に持って直立する。両手の手のひらが手前を向くようにする。息を吐きながら、腕を伸展させたまま肩の力だけでダンベルを上げる。首の高さまで上げたら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。スタートポジションでの三角筋のストレッチ効果が大きい。ため、筋左に向いている。インクラインベンチを約45度に倒し、 ダンベルを両手に持って、仰向けになる。両手の手のひらが向き合うようにする。息を吐きながら、腕を伸展させたまま肩の力だけでダンベルを上げる。首の高さまで上げたら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。ロープウィリーを使用する。アタッチメントは、ワンハンドルバーを用いる。三角筋全部がターゲット。インターバルが、短めのパンプアップ狙いであり。 中指で握り、スタート時から負荷をかけて、テンポよく行う。マシンに背中を向け、ハンドルを片手に持って直立する。手のひらが手前を向くようにする。息を吐きながら、腕を進展させたまま肩の力だけでハンドルを上げる。手のひらは下向きになる。首の高さまで上げたら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。ありがとうございます。